栄橋は、長野県南作郡作保町、高野町の千馬川に架かる、長野県道437号、大張北、岩水線の橋町86.72メートルの、ローゼ橋。栄橋の名は、かつての南作郡栄村に由来する。作甲州街道と小海線羽黒下駅や、武州街道を結ぶ役目を果たしている。土木学会戦勝土木遺産に認定されている。 坂江橋は最大島町が45メートルあり、戦前に架橋されたコンクリートローゼ橋の中で最も長い。中央のローゼ下部は両端の下部とが感知レバーにより接続されている。両岸に4本ある親柱は石張りの先頭型で県内最大級である。百九十一年十一月に橋町百四メートル、福一1八メートルの目標として、 初めて加強された。1899年4月に発祥136メートル、福音3.6メートルの無保護機吊り橋及び目標として掛け直される。1907年10月には鉄線吊り橋となる。たびたびの水害のため補修掛け替えを強いられたことから、1938年に現在の永久橋が加強された。2002年度に 長野県内にある他の4橋とともに、中島武史設計の RC ローゼネタ軍として土木学会戦勝土木遺産に認定された。2012年度に橋梁修繕に着手し、損傷が激しかった底板などを交換するなどの修繕が行われた。ありがとうございます。